隣同士に座る中学生二人の日常を描くラブコメディー、からかい上手の高木さん、TBSK、毎週火曜23時56分、放送時間変更になる場合あり、一部地域を除く、が反響を集めている。人気漫画の実写化という大役に挑むのはオーディションで選ばれた16歳の月島流衣と14歳の黒川宗也。フレッシュな二人に話を聞くと、作品から飛び出してきたかのような、ういういしさときらめきとエモさが溢れるトークが展開された。写真、ピースサインを見せる黒川宗也と笑顔を見せる月島流衣がリアル、西方&高木さん、すぎる。本作はシリーズ累計1200万部突破の山本隆一郎による漫画、小学館、月刊少年サンデーコミックス、館を実写ドラマ化。とある中学校、隣同士に座る、からかい上手の高木さん、と、からかわれっぱなしの西方、という二人の日常を描く。原作は、テレビアニメ第1期から第3期が放送、劇場版アニメも公開されるなど人気を呼び、今年5月31日には長野明&高橋文哉のコンビで原作の10年合格映画、からかい上手の高木さんの公開が予定されている。高木さんを演じる月島流衣は2008年神奈川県出身の16歳。セブンティーンの専属モデルとして活躍するほか、話題のドラマへの出演も続く注目の若手女優。西方を演じる黒川宗也は2009年埼玉県出身の14歳。第76回カンヌ国際映画祭で脚本賞に輝いた是枝裕和監督の怪物で物語の鍵を握る少年を演じた期待の実力派だ。本作で二人は恋愛映画の名手、今泉力也監督のもと、アニメの舞台として聖地となっている香川県小豆島で1ヶ月にわたる全編ロケを行い、高木さんと西方に体当たりした。小豆島での1ヶ月にわたる撮影の思い出を聞かせてください。月島、私は1ヶ月も家を離れることが初めてだったのですが、意外と一人暮らしって楽しいなと気づきました。小豆島は景色も綺麗で、清々しい気持ちで撮影できました。エキストラで参加してくださった島の皆さんも温かくて、すごくいい島だなと思いました。黒川、僕は海なし県出身なので、毎朝カーテンを開けると、海があって、フェリーが通っていてっていう生活がすごく素敵でした。小豆島での1ヶ月のロケを通して、島で生まれて14年間育った西方の空気というか、こういう生活をしていく中で西方はどんなことを考えるのかな。っていうことが島に住んでみて想像できましたし、何よりもすごく気持ちが良くて楽しかったです。月島、撮影がお休みの時にみんなでオリーブ公園に行ったり、ちょうど桜が咲いていたので、お花見をしたりしました。同世代の子たちが多かったので、話も弾んで喋りやすかったですし、みんなでお昼ご飯を食べたりして仲良くなれました。黒川、現場に行く途中に、ごま油の工場があって、ずっとごま油の匂いがしていたんです。最近はその匂いが懐かしくなって、ごま油が好きになりました。月島、いい匂いでした。小豆島で美味しかったもの、おすすめなものはありますか？月島、オリーブそうめん、です。そうめんにオリーブが練り込まれているんですけど、そうめんが緑色で珍しくて美味しかったです。黒川、僕は島で食べたジェラートがすごく美味しくて、島レモンチーズアスパラガス、味を食べたんですけど、全部の味をちゃんと感じられて、島を感じて美味しかったなって覚えています。